はい、始まりました後藤です。よしきです。よしきをもうやっていきましょうし、はい。漫画家のためになることを。ためになることをね。はい。言いたいけどもさ、その前にさ、はい。はい、雪がたくさん降ったね。うん、そうですね。<laughs> たくさんよのところも。なんかめちゃくちゃ降ってましたね。なんか僕夜まで一歩も外出なかった。うん たんで、うん、なんか雪が降ってるらしいという情報は見かけていたんですけど実際に見ると、うん、お<ー>おってなるよねうおー雪積もってる想像,想像の何倍も降ってるなっていう <laughs> そうだよね<れ>いやなんかね雪って未だにテンションが上がる、はい、あまだ上がります <laughs> もう上がんないですか <laughs> <laughs> ふかふかじゃんみたいな広い静かみたいな街もなんか静かになるじゃないですかああそうですねい,い,いそこは、うん、音を吸い込むのか何なのかうんちゃんと嬉しいけどねなんか結構住んでる家にもよるなと思ってて、うんうん、今住んでるマンションが何、うん、ていうんですかねあの扉 開けたらあの、うん、廊下の日差しみたいなのがなくて何、うん、ていうかう、うん、むき出しなので、えーうん、普段はいいんですけど、うん、台風とか雪におしゃれだが外 <laughs> に, <laughs> に出ると台風だとなんか信じられないぐらいこう雨風を開けた瞬間に受けますし。<laughs> 雪はなんかもうあのドアの前になんだったらちょっと積もらってるので開けんないみたいな違和感というか重みが来るっていう <laughs> そうだよねでもさみんなあれだよね、はい、漫画語るものさ雪というものをさ、はい、に心ときめくということとかさときめらかなくてもいいんだけど何らかのいろいろ心を動かしたいものではあるよね、はい、と思っちゃったね、はいはいはい なんかさあのー、あれよ水たまりを見た時にさどう思うのかっていうのがさ、うん、あってさなんかどっかで見たんだよね。うん、水たたまりを見とか、うん、ネガな気持ちを、ね、抱いている自分にす,すごくうわ嫌な大人になっちゃったなって思ったっていう。<laughs> 水たまりって楽しいもんだったじゃんみたいなさなんか子供はさもう突っ込んでいくじゃん水たまりに <laughs> <laughs> そうだよね確かに今水たまり見るとうわみたいな気持ちになるよねみたいな <laughs> いやでも雪とかと違って、うん、結構早い段階で <laughs> <laughs> 結構早い段階で水たまりは <laughs> うわーのそうだよねもう中学生ぐらいからもう結構うわーな可能性ある、ね、もうもう中学の時はダメですよ水たまりとか <laughs> 靴が濡れるっていう <laughs> でもさそういう話を経てさなんか「雪良かったよね」みたいな今日もさなんかその何あ朝ミーティングでさ話してたんだけどさ このさ雪だるま作らなかったんですかって言われてさ <laughs>、当然作んないよねと思ったんだけど、い,いや、待てよと、10年ぐらい前の2013年ぐらいにもくっそ雪降った時あったなと <laughs>。その時はめちゃめちゃ雪だるま夜中深夜一人で <laughs>、公園で作ったらでけえやつって <laughs>。 その時もさその時も私もうすでにさ多分30 <laughs> とかなわけなんですけどう30代 <laughs> やべえと思って33の時は雪だるま作ったが <laughs> 4443の私は今雪だるまを作ってないなと思って<ー>これはいかんと思ってえー、でも33まで作ったんなら43とかでも作ってほしいですね <laughs> それは。<laughs> おっと。<laughs> 手前で離脱してるっていう前提で聞いてたんで <laughs> そうだよね <laughs> いやそれはちょっと良くないです良、ね、<laughs> くない変化が起きているかもしれない、ね、作ってほしかったですねだ33も43も一緒じゃないですかほぼ <laughs> <laughs> いやちょっとなんか疲れてるのかなとか思っちゃったなそうですね良くないですね良くない傾向があるよね 生活習慣なのか仕事のモチベーションなのか,なのかない,いろ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 見直した方がいいかもしれないですねあとちょっと本当にさみんなにも見てもらいたいなんか X でさちょっと話題になってたのが300万円のスローモーションカメラで渋谷の雪を撮ったっていう映像があってさ、えー、あ,あれがさすごいもうさ 何かものすごいスローモーションでと撮るだけなんだけどね、うん、でもさ本当に多分1秒とかの間を撮るんだろうね雪がゆっくり落ちていくのよもうそれだけですごい感動的なのい,いろんなみんなみんな本当にちょっとずつしか動かないんだよ、うん、なんだけどそこに雪がふわーって落ちてくるさ、うん、そのさ桜の花びらが落ちる速度って知ってる 秒速5センチメートルなんだってよ、みたいなのを思い出すかのような、雪が落ちてくる速度を <laughs>、ゆっくりとるだけでこんなにエモーショナルなのかと思って、<ー>なんか、あ、そういう中で僕らは、日々生きているんだなぁと思って、<laughs> こんな美しい世界の中でそれをカンスルーして生きてるんだ、我々は、と思って。はい、いてね。 だから、うん、なんかそういうピュアな気持ちをですね、大事にしていきたいよねと思ってるだよ、ね。の、うん、うん、そんな中でさ、はい、ネームタンクのホームページがリニューアルした話していいおい、もうな,なんだったら雪の話とか <laughs> <laughs> せずに、その話でよかったのに <laughs>。<laughs> <laughs> そうだよね。<laughs> そう思う。 いや、めちゃくちゃね、もうこれ念願だったんですよ、ネームタンクのホームページをね、それこそ、その、直したいと思ってたのがさ、で、これ、そもそもネームタンクのページでさ、2015年に僕がさ、手作りしたさ、ワードプレスとかいうやつを頑張って入れてさ、X サーバーとかに入れてさ、や、作ったの、 ところがま,まだずっとだから約10年使い続けたわけだよね<お>そからね最初の設定を、うん、まあ回収はしたにしても回収はにしたそ,ままそう,そうでしかも最近なんか手が追いついてないからもう更新情報とか古くなっててさもうもうもう,もうねみんないろいろ受賞作品とかめっちゃ出てんだけどもうなんか2020何年から止まってるみたいな <laughs> 別に取れてないわけじゃないんだけど更新が止まってるみたいなか はいはいはい。ことになっているみたいなのがあったのをさ、はい、ねもう一旦ちょっとね、綺麗に、もうだから現代のね、ページになったわけ。そ,そんなにも。ぜひ見てほしいなと思っていまして、もう画面共有しちゃうもんね、今ね。じゃあ、そうですね。しましょう。ラジオって言ってんのに画面共有を積極的に。<laughs> <laughs> おお、ね すごいこんなおデザインの入ったフォょうそして、うん、私のメッセージというか,なんかみんなの講師一同のテキストによるメッセージングがあってさ。ここ,ここは後藤からじゃなくて講師一同。まあまあ私が書きましたけれども <laughs> 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 まあまあとはいネームタンクのみんなの同じ気持ちだよって感じだよね。はいはい、動くもんほらもう後ろとかも。 アワーメインサービスって動いちゃってるもん、もう、どう。<laughs> そうですね、あのー、うん、僕、もともと Web 制作会社とかにもいたので <laughs> あの、ちょっと、ちょっと、あの、うん、こういう挙動とかのコメントは差し控えさせていただく。 好みととかか目的とか色々あるのはいただ一つ言えるのはめちゃくちゃおしゃれになりましたね。そうでしょう、めちゃくちゃおしゃれになったでしょう。うん、だって前ってなんかあの若い後藤さんがなんかこうやってただけでしたよね。そうなんですよ。なんかね、そういうわけわからなかったね、ページから。<laughs> ちゃんとさ、たわけ。よいよいよありがたいよね、と思って。うん、いやわけは。 わけはある意味わかりやすかったんですけど、ね。後藤さんが公園で手を挙げたりとかっていう。個人ページ感から急にオフィシャル感が <laughs> そそ。そう、あの当初のさ、ホームページの写真なんてさ、誰もさ、撮ってくれないわけだから、YOSHIKI さんも言ってくれてたさ、うん、あれ新宿中央公園で僕がジャンプしてる写真なんだけどさ。うん、あれねあれはどうねそれはまあなんか。 な,なんか写,写真の素材欲しいなと思っていっぱい撮ったんだけど、うん、あれ全部さ、うんうん、カメラを置いてさ、自分でリモコン持ってんだよ、あれ。えあれ、<laughs> 誰かが撮ったんじゃなくて誰かが撮ってないよ、<laughs> 全部。えー <laughs> なんかね、<前>だからね、<laughs> 左手か右手のね位置がね、全部おかしいんですよ。なぜならリモコンを持ってるからだね。そうですね、普通、こう、こう、こっちに持ってたら、こういう画角以外だめですよ、ね、そう。<laughs> えー。なんかさ、さもう資料持ってますみたいな感じで、抗議してますみたいな、うんうん、全部リモコンを片手にやってなるほど、なるほど。はい、だから、こう、こう、こう、うこう何かで隠して。そうなんですよ。おお。 みたいな写真はもう使わなくて済むわけ、えー。ええ。なんかそう聞くとちょっとも元のデザインに戻って <laughs> やつたい。見たいです。ちょっと戻してほしい <laughs>、えー。そうなんですよ。でもね結構今回だからねエモーショナル系のねうん、うん、なんか。 僕の思いみたいなのをね、割と重視して、ね、設計して作ってもらったっていう感じになってるね。全然違いますよ、他の漫画学校と。なんかね、他の漫画学校ね、やっぱりいろいろ今回のサイトを作るにあたって、いろんなページ見たんですよ、漫画学校のやつ。なんかね、もうね、大体僕の印象ね、もう漫画楽しいよっていう感じの、漫画ってやっぱりさ、ある種なんかちょっとさ、 おかしみとかさ、なんかコメディ成分もあるじゃん、漫画というジャンルにはさ。ううねはね、だからなんかちょっとポップでおかしみを感じるデザインのはやっぱ結構あるわけ。<ー>か,かわいくいおかしみ、コメディみたいな感じをなんか全般、全体的なイメージとして感じるものがね。楽しいぞみたいな空気出してくる。ねでさ、でなんか違うなってずっと思ってるわけそれを見て。うん、なんか違うし。あともう一個がさ、 夢に向かってキラキラ系なんですよ。なんか、その、<laughs> なんていうのかな、<laughs> もう、ここに青春があるというかなんかもう、これで、あなたたちの未来はもう羽ばたいていっちゃうよみたいな、ポーカリセットみたいなさ、なんか、そういう、こう、<laughs> キラキラなんであるみたいなのとかあってさ、<laughs> なんかそういうんじゃないんですよね、つって、なんか <laughs>。 <laughs> ね、デザイン会社のリンクストーリーさんが本当にいいイメージ作ってくれたんだけどさで僕が出してたのがさなんか、はい、こんな感じって,言って出して出してたのがさなんかねあれなんですよなんかそれこそね病院とかクリニック系ね、うん、僕が行ってた睡眠の睡眠内分泌科クリニックの <laughs> この感じとかねなんか <laughs>、はいはい、その、はいはい、でなんでなのかとであとは、うん あのセリカ基金とかの募金系のサイトとかをベンチマーク的に出してて、うん、でねこれ僕ねそういうことなんだっていう自分の中の怒りに気づいたの怒りそう怒りに気づいたの、うん、か,かつてのなんか僕がちょっと手がけててんかちょっと前のなんていうのかな僕自身がやってしまっていたあのホ,ホームページの作り方って自分にムカついてたんだけど、うんうん これこれだから <laughs> な,なんでなのかっていうとこっちは真剣なんだよっていう <laughs> <laughs> マジで人生かけて悩んでんだよっていうだからクリニック系とかもさそういうのに真剣に答えますよっていうのがやっぱ多いわけじゃないですか当たり前だけど<ー>そういう真剣な願いとか真剣な思いに応えるからクリーンで誠実にやってんですよっていうことじゃんって思っててでなんか。 その、セリカ基金とかのなんかそういう募金系もさ、やっぱり真剣なわけじゃん。うん、本当にこの世界を救いたくて、うん、で、苦しむ人を救いたくて、うん、で、やってるっていうところのそ、その本気さと真剣さがあるんだっていうことに、サイト作りながら思った。 おもう遊びじゃねえんだよこっちはみたいな,なんか漫画っていうとさ <laughs> コミックみたいなさなんかもう何 <laughs>、まあ、ていうのなんかおかしみの遊びみたいなさ <laughs>、うんうん、遊びじゃねえんだよこっちはよっていう <laughs> なんか <laughs> そういう真剣さで望んでるサイトってやっぱな,<ー>な,ないんだよねなるほどそう,もう<ー>とにかく僕は真剣だし 何の遊びもねえんだよっていう。<laughs> ええー、なるほど。<laughs> いや、まあ遊びであってギャグとかもやりますけど、こっちは命近けてそれやってますからっていう。いやいやいやな,なるほど。<laughs> そのね、お<ー>真剣さみたいなのを打ち出したかったの。お<ー>そうだから今のホームページは本当にその僕の意図を組んでくれて、 しっかり作ってくだくださったなぁと思っていて良かったもんだと思っているよね。んなんかさ難しいよね。こういうさ自分の中にあるそういうさなんとなくのふんわりした願いっていうのをさ具現化していくのってさなんか本当にななんだろうなうんと。 今回本当に僕なんか貴重な経験したなと思ってて、自分でやってもできなかったんじゃないかなと思うのね。なるほど、なるほど。そう、なんか、人とやってやれたからこそ言葉にして伝えな、僕も言葉にして伝えなくちゃいけなかったし、で、多分デザイン会社さんは後藤さん何考えてるんだろうっていうのを頑張って引き出そうとしてくれただろうし、 で、そういう意味で逆に僕のことを客観視してみれてこ、こういうふうにやったら外に伝わるんじゃないかっていうことでやってくれただろうし、うん、なんかそう考えた時にこうやってもやもやした理想みたいなものがあって、こういうのが伝わればいいなって僕の中でなんとなくあるんだけど、そ,そのビジョンがより、よりなんか伝わる形になって具現化するって本当にすごいことだなと思っていて、うんうん、なんかこう、 人と一緒にやるクリエイトってこういう素晴らしさがあるんだな、みたいなのは、デザイン会社さんと組んでやっても思ったし、あとやっぱ内部もそうだね、その内側で動いてくれたね、社員の方、スタッフの方も、さあもう、ちゃんとコンセプトと思想を分かってくれて、整えてくれたのは本当にでかくて、ありがたいなと思ってんだよね。 という感じでなんかね、ちょっと今回のホームページって、ホームページの話ばっかりして申し訳ないんだけど、あれなんだよね、なんか、うんと、よくあるランディングページとかのセオリーとか、僕はあんま知らないから、<laughs> ねまあ、そういう声とかも聞いたけど、まあ、とはいえ、その、あれだよね、その結構意識したのは漫画と同じ構造。<laughs> 例えば、一番最初のところに情報、これ一人一人代表作をとか入ってるんだけど、書きたい気持ちがあれば、誰でも今すぐ受けられるストーリー、専門の漫画教室研究室って書いてあるんだけど、これ、一番最初に漫画だったら情報を今、いつ、どこで誰がみたいなのを言わないと、どこの物語なのかわからないよねっていうのがあるから。 で、これ誰の物語なのっていうので、もあなた、今見てくれてるあなたが主人公なんですよっていうのが、もう伝えたくて書きたい気持ちがあれば誰でも今すぐ受けられる。あ、これ私の話なんだっていうので、主人公を確定して、うん、で、これ場所どこなのっていうか何なのって言った時に漫画教室研究室なんだよってことを言ってあげて、うん、人と場所を限定して、みたいな。うん、で、誰でも今すぐ受けられるっていうのは時間だよね。はい、時間のところっていうのは、いつ、 受ける話なのっていうのを限定して、みたいなことで、まず、もう時間と場所と人を確定させて出していきましょうよ、みたいな、このま、漫画の、お、周りと、同じ仕組みでホームページを作った。で、その次に、僕、まあ、 いや,やっていきたい人まあ、共感させて主人公としてもいいんだけど、うん、主人公の気持ちを、感情を描いて、で、その主人公は今何していきたいんでしたっけみたいな、で、本当は漫画楽しんでいたかったけど、今楽しめています。楽しんでいきたくないですか楽しんでいきましょうよっていうやりたいことで共感させたい。うん という、で、漫画のストーリーもやろうとしてることに応援してもらわないと、肩入れ応援してもらわないと読んでいけないから、うん、そこでまず応援してもらえるように、うん、こっちのメッセージをしっかり出していきたいみたいなことで、完全に漫画と同じ仕組みで、ぜひね、読んでいただきたいなと思っている。以上です。<laughs> <laughs> <laughs> いやー、でも、あれですね、クリニックとかがイメージだったんですね。そう。かけ,、まあ、けなくなっちゃってるのをかけるようにするっていうのは、まあ、正直、ちょっと近いよね。うん、まあ、そうですよね。あ,うん、あとマ、うマネスクリプトドクターだって、ドクターだっていつも言ってましたからね。ね、<laughs> <laughs> 言ってたわ、自分で。<laughs> もう、まあ、もう、そうなんですよね。そこによっ でいったとああ、なるほど。確かになんかその、も,もともとみ緑色だったのは引き継ぎつつ、うん、なんかこう、いい意味で病院的な、なんかこう薄、うん、ありがとうございます。といというか、白を貴重にした感じに。大変ありがとうございます。<laughs> でさ、<laughs> 悩みなんだけどさ、ネームタンクのホームページの話を半端に長くしすぎたことによってさ。はいうん なんか、ちょうどいいためになる話が。い <laughs> 今の、今の話なんかないかな <laughs>。あと5分ぐらいでちょっと。あと分ぐらいで。ためになるラジオって言っちゃったしさ。ためになる話をしたいところですけど、今日は雪と後藤さんの宣伝しか話題が。 本当はさ、サブキャラの話したかったら多分長くなる。いや、絶対めちゃくちゃ長いですよう話は多分。だからちょっと。や、やひは必要なのかっていう。僕の20年代の疑問が。それちょっと次回に置いといて、楽しくなりそうなんでね。いやー、何ですかねなんか、もう、このネームタンクのツイーアルを。 したので,でまあ何ですかねでもネームタンクで習えることはネームタンクで習った方がいいですよね何でも言ってくけどねここでまあ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 全部公開はしていきますけどあ,あじゃあなんか <laughs> なんかこのホームページをリニューアルするにあたって多分その何ですかねデザイン的な部分とか、うん いろいろ変えたと思うんですけど <laughs> なんかこれが一番伝わるようになったなっていうポイントってありますなんかそれがためになるところなのかなっていうこれが一番伝わるようになったなうんうん、うん、まあでもそういう意味ではなんか寄り添うことっていうのはめちゃめちゃ大事に いていって寄り添うなーっていうのはより伝わるようになってくれたんじゃないかなと思いますね。それはメッセージもそうでになんだけど、おお例えばもう Q&A とかも全部書き直したのね、<laughs> 僕が。前も言いましたけど、<で>そ前あん代表がやることじゃないそれもさ、やっぱさ、<laughs> なんか。 質問に対してさ一言二言一二行だとさなんかもうさなんか定型文で返されてもさ<ー>なんか引き離されてる感あるじゃんもう全部一、うん、個ずつ書いていってまあみんなの悩みとかを全部だからそこもねだから Q&A とかもそこに来る悩みさえも全部。 悩みや不安さえも解決したいなと思っていても、全ての不安を解決するようにしたいなぁと思ってますよね。一番最後の Q&A は、後藤先生、漫画家としてそんな売れてないけど大丈夫ですかっていう。FFQ の最後。<laughs> <laughs> 全ての質問に答えていくっていう姿勢で<笑><笑>やっぱよく言われちゃうからねそのやっぱなんかそんな教える技術なんなら自分で書きゃいいじゃないですかみたいなのをよく言われるからさそこにはちゃんとこういうことを考えてこうやってやってるんですよっていうのをね書いておいたのでそこはちょっと皆さん是非読んおいて読んでみてくださいというもう全然全ての問いに。 <laughs> 答えていっておりますのでねまあ逆に言うとまあでも軽くね言っちゃうとめっちゃ苦労なく売れてたらこれはやってないんじゃないですかね <laughs> 逆にめっちゃ苦労してほんと大変だなと思ったから、うん、その経験を知ってるからこそやってんだろうなというのは。<laughs> あ,ありますよね,すよねという。<laughs> ねえ、うん。ならなくね別になんか天才の人に教わるのって本当に辛いと思うんだよな <laughs> いや感覚でひょいでしょつってじゃあ同じようにやってっつって <laughs> <laughs> でもこれ僕当たったからっつって言われちゃって <laughs> 何の参考になるんだそれっていう。 売れてる人に聞きたいっていう、いそれなんか、こうなることもあるんだろうけど。これ、これこれ僕当たったからってやだな。<laughs> ね、しかし、おかげさまで、うんねえー、これまでたくさんの方が来てくれているから、まあ、僕だけの知識というよりは、本当にみんなが一緒に取り組んでくれたから、うん、そこで多くの人が書けるようになったことっていうのをね。うん えー、まあ、僕が間近で見せてもらえたから僕がやれるってうだけだよね。うん、と思っていて。以上になります。あれだね、漫画家のためになるというのは、うん、まあ最初にも言ったけど、雪を見て喜ぶとかですね、初心を忘れないっていう。うん <laughs> <laughs> まあまあまあでも<う>、うん、まあでもそうですよねピュアなタンクのホームページもそう <laughs> 自分で <laughs> 自分で撮ってたピュアな時代から変わってないってことですよね変わってない大事ねというその気持ちが大事ですよ、はい、という感じでじゃ,、はい、じゃあ後藤さんは次雪が降ったら雪だるま作ってくださいねちゃんと作ろ <laughs> <黒> <laughs> うん サるわそでそ、ね。そうだよね、あそこらで。そうだよね。めちゃめちゃでかい雪だるま作ったら、本当に、<laughs> あの、動かせない。あの、なんていうのかな。体をさ、<laughs> でっかいの作るじゃないですか。で、まあできた体がと。うん、で、それにさ、それの約、頭の大きさって3分の2ぐらいは欲しいじゃん。まあ、う。体のね。うんうんうん でまあ、3分の2ぐらいのさまあ、これぐらいのスイカよりでかい頭ができたとするじゃん、うんうん、マジで持ち上がんねえっすよ <laughs> <laughs> どうするみたいな大きな丸と10くらいの丸が <laughs> できましたがみたいな <laughs> その公園で一人で作った公園で一人で 寝転がって雪だるまかなみたいな <laughs>。すごいな <laughs> 気合いで持ち上げたけどね <laughs>。はい。すごいというわけで、ね、うん、皆さんもぜひ残った雪で雪だるまを作っていただけたらと思います。はい、まあこれ流してる時はも <laughs> ネームタンクのホームページ見に来てねとかで <laughs> そうだ、ね、終わった方がい <laughs> 確かもしれなあとねあ、もう終わってるか、これも終わってんだな。ワンデーのできるこうあのワークショップがどうだったのかっていうのはちょっと楽しみでございます。じゃあそんな感じです,あす、ね。じゃあ皆さん、あとコメントもね、よかったらっ。 お待ちしておりますということでね、はい、ぜひいいねとコメントはいつも、はい、最高に楽しみにしております。お待ちしております。ネームタンクで、ネムタンクで聞いてみたいこととかをいいと、そうだよね、寄せていただけると。教えていただければ、ここでもう全然答えていく。はい、そうですね、ネームタンクに行かなくても <laughs>。そう、回答して。お得。じゃあ、また次回でーす。ありがとうございます。はーいまたねさようなら。